小笠原丸とは、低新省の海底電乱不設船で、初の国産不設船である。東京から小笠原諸島経由で、グアムに接続する太平洋横断海底ケーブルの不設を主目的に建造されたため、小笠原と名付けられた。1945年8月22日、いわゆる、三船巡南事件で沈没し、600名以上の犠牲者を出した。 沖縄丸に続く日本で2隻目の海底ケーブル付設船として計画された。沖縄丸がイギリス製だったのに対し、三菱合司会社三菱造船所で建造された元船は初の国産海底ケーブル付設船となった。竣工は1906年である。収益した小笠原丸は沖縄丸などとともに海底ケーブルの新規付設や修理に従事した。 1910年6月4日には、長崎県池島付近で遭難した、ロシア船を救助し、シャム王族一行及び、乗員100名を救出した。太平洋戦争が勃発すると、軍の管理下で、引き続き海底ケーブルの布設と保守に従事することになった。1945年2月16日には、下田港内で、アメリカ航空母艦の艦載機の銃撃により、 損傷したが、沈没は免れた。1945年8月15日の日本のポツダム宣言受諾発表時には、同年6月から始まった北海道とカラフトの間のケーブル付設に従事していた。1945年8月15日の終戦を、輪っか内港で迎えた小笠原丸は、カラフト所在の停震局長から停震省関係者の引き上げを要請され、 8月17日に、輪っか内を出港し大泊港へ向こう。カラフトでは、カラフトの戦いが続いており、混乱状態にあった。8月20日再度ドを大泊へ開港し、同じく約1500人の引き上げ者を輪っか内に運ぶ。8月21日、乗組員86名、警備隊員13名、輪っか内で下船しなかった引き上げ者。 約600人の合計約700人を乗せ小樽港へ向けて出港した。1945年8月22日午前4時20分頃、マシケ沖5海里にてソ連潜水艦 L-12 に来撃されて沈没。一部の乗員が救命ボートでマシケ町の海岸にたどり着き救援を求め。 救助活動が行われるが、ほとんどの乗船者が船と共に海中に没死しし合計638名が犠牲となった。生存者はわずか62名であった。北海道増毛郡増毛町の町営墓地には、小笠原丸巡難碑が建てられており、毎年8月22日に町民により、慰霊祭が行われている。また、北海道留萌郡小平町期下海岸には、小笠原丸、 第2号進行丸、台東丸の犠牲者を悼む、三船遭難慰霊の日が立てられている。小笠原丸殉難日。ありがとうございます。